君の青空には心底うんざりさせられる。ここへ来い。どこへ行こうというのかね。鬼ごっこは終わりだ。素晴らしい。最高のショーだと思わんかね。見せてあげよう。ラクタの雷を。小僧、その石を大事に持ってろ。小娘の命は引き換えだ。凄まじい破壊力を持つロボットの兵隊だよ。この体か金属なのか粘土なのか、それすらも我々の科学力ですらわからないのだ。制服さんの悪い癖だ。流行りの服は嫌いですか？ラピュタの木の根が。これはこれは王女様ではないか。その大砲で私と勝負する気か。言葉を慎めたまえ。君はラプター王の前にいるのだ。ラプターはもともと一つの王家だった。別々に分かれてしまったわね。ひさまずけ、命乞いをしろ。こりゃで何をする。一段落したら全て焼き払ってやる。ラプタこそ人類の夢だからだ。ラプタの科学力は全てここに結晶しているのだ。時間だ。答えを聞こう。私はあまり怒らせない方がいいぞ。バカどもにはちょうどいい目くらましだ。読める。読めるぞ。古文書に書いてあった通りだ。見ろ、人がゴミのようだ。小僧から石を取り返せ。王国の復活をお祝い、諸君らにお祝いをしちゃいようと思ってね。影山ひなちゃんが一番可愛いと思わんかね。弾幕こそパワーなのだ。私こそが最強のラプター王、ムスカだ。私と勝負する気か。皆まだ知らずね。ひさまずけ、どちくよしろ。私は小市小石より小市さとりの方が好きだな。君はどの東方キャラが好きかね。よかったら聞かせてくれないか。これでこの動画は終わりだ。いいね、チャンネル登録をしてくれ。コメント欄に書きたいことがあればいつでも書いてくれ。いつでも質問を待ち受けている。さらばだ。また会おう。あったろう。